こんにちは。髪切りラジオのお時間です。今週も、DJ 小林がお相手させていただきます。よろしくお願いいたします。この髪切りラジオでは、ペーパー出来事というコーナーをやっておりまして、皆様のペーパー出来事に髪を切りながら、お答えしていくというコーナーになっております。ペーパー出来事は、ウェブのフォームで、随時募集しておりますので、皆さん、ぜひ送ってくださいね。フォームは www.http://paperpaperscissor.com でお願いいたします。今日は12月25日クリスマスですね。皆様どうお過ごしでしょうか。私は、ケーキを美味しく食べることができました。はい、皆様も楽しいクリスマスが、過ごせるといいですよね。それでは早速、お便りを読んでいきたいと思います。まずは、ペーパー佐々木さんからですね。ペーパー佐々木さん、いつもありがとうございます。では読んでいきますね。 DJ 小林さん、こんにちは。はい、こんにちは。いつもラジオ楽しく聞いています。私は留学先のホストファミリーにグリーティングカードを送りました。ホストファミリーとは SNS でつながっていますが、特別な日にはカードを送るようにしています。グリーティングカードや年賀状ってもらうととても嬉しいですよね。今は SNS が普及して年賀状を書く人も減ってしまいましたが、なくなることはないと思っています。小林さんはまだ年賀状を書いていらっしゃいますか、とのことですね。ではこのペーパー佐々木さん、ありがとうございます。髪を切りながらですね、お答えしていこうと思いますよ。はい、そうですね。ペーパー佐々木さんは、海外に年賀状を送ったということで、海外に年賀状ってどういう風に送るんでしょうかね。私は送ったことがないんですけれども、なんだかかっこいいですよね。海外にグリーティングカードを、私はですね、そうですね、私も SNS が普及してから、ここ2、3年はですね、LINE で0時0分にハッピーニューイヤーってこう、今年もよろしくねってこう送るというようなことをしていて、年賀状はですね、全然送っていませんでしたね。なんですけど、今年はですね、書きました、年賀状。友人から突然 LINE が来てですね、年賀状送るから住所教えてくれってこう言われて、じゃあ私も送るってこうなってですね、送り合いっこすることに、なりました。すごく久しぶりでですね、年賀状作りとても楽しかったですよ。はい。私の年賀状のピークっていうのはですね、小学生の頃だったんですけれども、小学生の頃はですね、その冬休みに入る前に、みんなに住所を聞いて回ってですね、もう住所コレクターのようになってですね、なってましたね。
全然ね、喋らない子とかにもね、住所聞いたりなんかして、だいたい小学校って一クラス30人くらいいるのかな。で、その中で女の子はもうほぼほぼ制覇、ほぼほぼ女の子全員に書いたんじゃないかっていう感じなんですけれども、毎年20枚ぐらいは書いてたんじゃないでしょうか。聞いて回って、ですね、その1日に年賀状が来るじゃないですか。で、もう楽しみすぎてですね、もう早起きして早朝にポストに取りに行くわけですね。もう寒いのにパジャマを着たままでですね、取りに行って、で、年賀状ってこう家族こうドバッとこう束ねてくるじゃないですか。で、私がね、それを仕分ける担当なんですね。早く取って、これはお母さんの、これはお父さんの、これはお兄ちゃん宛で、自分っていう風に仕分けして、それから友達の来たのを見るわけですね。で、年賀状の、デザインをね、いつも楽しみにしていたんです。私の友達は絵が上手な子がすごく多くて、毎年どんな可愛いイラストが来るんだろうってね、思って楽しみにしてました。それを、私もね、年賀状はいつもね、手書きでした。手書きっていうか、絵の具でですね、イラスト描いてたんですけど、直接そのハガキに絵の具で、絵の具で描くと、ハガキがすごく曲がるんですね。ウィニョってなって、でも絵を描いた後でこう住所を書くので、ちょっと書きにくかったりとかそういう乾くまでに時間がかかったりだとかで、絵の具に絵の具にっていうか、はがきに直でこう絵の具で一発書きなので、間違えちゃったりもするわけですね。なんか虎の目がすごく怖いことになってるとかねあったりして、そうなるともう書き直すわけですよ。なので 2,3 枚ちょっとハガキをダメにしちゃったりとかはありましたね。なので、その住所を聞いた枚数よりも多めにね、ハガキをね、買っておくんですよ。で、そう、そのイラストがね、上手な、子もね、楽しみだったんですけれども、家族の写真をね、毎回載せてくれる子がね、いるんですよね。で、そうすると、こう、夏休みだとか、いつかは、いつ行ったのかはわからないけど、旅行先のね、写真とかがね、使われるわけなんですね。この子は今年もちゃんとディズニー行ったんだって、すごいディズニーがね、好きな子がいて、毎年ディズニーランドに行ってましたね。今年もちゃんと行ってるっていいなって思いながらそういう子もいましたし、キャンプ行ったんだなんて子もいましたし、弟とかね、妹とかがね、いる子の年賀状は、その弟の、成長もね、一緒に見れるわけなんですよね。
からこう1年前とか2年前のものをこう引っ張り出してきて見比べて、やっぱり大きくなったよねとか言いながら、母と大きくなってるよね何々くんとか言ったりしてね、それもねすごく楽しかったですね。こう人の弟の成長を見る、あのきっとね本人お姉ちゃんの方はね、あの365日毎日見てるので、あんまりねこう意識せずに、大きくなったとかあんまりわからなかったと思うんですけど、こう1年ごとに見るとですね、子どもの成長ってすごく早いんですよね。この前まではノリノリで写真に写っていたのに、あもう恥ずかしがる年になったのかとかね思ったりもしますよね。あとは親戚ですね。遠い親戚ですと全然会わないんですよね。そうすると年賀状が来て写真とか見ると、あ元気にやってるんだなっていうのが分かってですね、いいですよ。なのでね、最近も SNS で済ませちゃってたな、年賀状あんまり書いてなかったなっていう方もですね、ぜひ、今年もまだ間に合いますよ、とか来年とかですね、書いてみてはいかがでしょうか。全然ね、もう毎日会ってるよっていう人でもですね、書いてみたらいいと思いますよ。やっぱりもらったらね、みんな嬉しいと思いますし、年賀状作りもですね結構楽しいですよ。イラストとかボールペン絵とか、水彩画とか、始めてみてもいいかもしれませんね。はい、ペーパー佐々木さんありがとうございました。それでは次のお便りを読んでいきますよ。はい、次は、パスタパスタミートさんからですね。はい、小林さんこんにちは。はい、こんにちは。出来事の前にお願いがあります。ささやきリクエストでコロコロトマトお願いします。はい、来ましたね、ささやきリクエストですね。このコーナーでは皆様のペーパー出来事を募集しているんですけれども、裏メニューとしてですね、ささやきリクエストも実は、募集しているわけなんですね。はい、ということでコロコロトマトをささやきたいと思いますよ。トマトが好きなんですよね、パスタパスタミートさんは。私もですね、ミートスパゲティ、ミートパスタ大好きですよ。はい、私の母がね作るミートパスタが特に美味しくてですね、ミートがちょっと多いめにね入ってるんですね。この肉肉しい感じが、とても美味しいんですよ。はい、すいません。では、パスタパスタミートさんのお便りを読んでいきますよ。はい、最近の小学生は計算ドリルノートというのを使っているようです。計算ドリルのページ数や問題の番号が印字されていたりします。つまり各スペースがあらかじめ決められているというわけで、誰でもまとまった綺麗なノートに仕上がるということです。私が学生の頃は友達のノートを見るのが大好きでした。それはそれぞれみんなどこかまとめ方で個性が出るからです。
この計算ドリルノートを見て少し寂しい気持ちになってしまいました。小林さんはこの計算ドリルノートについてどう思いますか？ということですね、これも紙を切りながらですね、コメントしていきたいと思いますよ。計算ドリルノート、問題の番号が載っているということは、こうあれですよね、その計算ドリルと、抱き合わせ販売で、一緒に売っているノートっていうことですよね。そんなノートがあるんですね。私の頃は算数ノートだったので、それにもね、一応ね、なんか番号は書いてたんですよ。上にね、謎に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってこう書いてあって、私はそれをなぞったりして遊んでたんですけど、謎の数字ではなくて、ドリルの問題数が載っているということなんですね。はい、すごく便利なノートに思えますけどね。まあでもそうですよね、パスタパスタミートさんが言うようにですね、私もノートは、ずっと見せてもらう派だ、見せてもらっていた子だったので、ちょっと寂しいかもしれませんね。ノートまとめが上手な子って本当にね、どこで覚えてきたんだろうってね、思いましたね。私一時その子のね、ノートのまとめ方の真似をしていました。感動して。7対3ぐらいでね、線を引くんですよね。それで左側7の部分に授業の板書や、その問題とかをね、書くんですよね。で、右側3の部分にですね、先生が言ったこととか、自分で考えたこととか、そういうポイントをね、書くんですよ。で、たったその線が引いてあって、そのこう分けて書いているだけで、なんだかこうすっきり綺麗なノートに見えたんですよね。実際綺麗なノートだったんですけど、でずっと真似をねしていたんですけれども、でもすぐやめちゃいましたね。数ヶ月ぐらいしか持ちませんでした。その線をね引くのがもうかったるい、ただ線を引くだけなのにそれがかったるいとなってしまってですね、すぐにね自分のスタイルに戻ってしまいました。普通に板書を書いて、隙間隙間に書くみたいな、ポイントを書くというようなね、やり方でですね。まあでもこのノートって計算ドリルのだけだと思うので、他の授業ではですね、きっと普通のノートをね使ってると思うんですね。なので寂しい気持ちに、ね、なるのはまだ大丈夫だと思いますよ、パスタパスタミートさん。まだ子供たちは他の教科で自分のノートを発揮してるんじゃないかと思いますね。まあ、このノートのメリットを挙げますと、こうノートのまとめ方を学べるんじゃないかなと思いますね。私もね、全然学ばなかった子なので、こういうドリルのノートから、こういう風に書けばすっきりするんだなという風にそこから学んで、普段の授業もですね綺麗にノートを書くかもしれないですね。でもこう自分の力、考える力っていうのは、どうなんですかね。そのノートの算数
計算ドリルノートを見て、あ、私ならこういうまとめ方するから他の授業ではそうしようと考える子もいれば、もう計算ドリルのその一つ覚えで、あ、他のやつも全部こういう風にしちゃおうという子も、いるかもしれませんし、そこはどういう、このノートに関して、小学生たちは、どんな気持ちを持ってるんでしょうかね。ではきっと9割ぐらいの子がね、もう何も考えずに、ただただ、それに沿って書いてると思いますけどねその子からすればそれが当たり前の世界にね、もうなってしまっているわけですから、最近はタブレットをね、小学生が使っているっていうのはね、聞いたんですけれども、このドリルのノートにまでね、こういう改革が起こっているのは、知りませんでした。パスタパスタミートさん、ありがとうございます。それでは最後のお便りを読んでいきたいと思いますよ。はい、サトシサンタマリアさんからですね。はい、メリークリスマス。はい、メリークリスマス。今朝サンタさんから本をもらいました。星の王子様という本です。冒頭からわけがわからないのですが、最後まで読んでみたいと思います。小林さんのおすすめ本はありますか、ということですね。はい、サンタさんから星の王子様の本、とても素敵ですよね。私もね、一度読んだことがありますよ。確かにちょっと難しいかもしれませんね、あの本って。独特な世界観と言いますか、冒頭からね、これは象を食べた蛇なんだっていうところから始まるんですけど、もうすでにね、もう変わってますよね。でもね、冊子っていう、挿絵ですか、あの絵がね、とても好きなんですね。その象を食べた蛇のイラストもね、また皆さん見てください。とても可愛いんですよとても可愛いんですよ、あれね。ちょっとなんか間抜けな感じで星の王子様は、ネタバレしするといけないのでちょっとだけ言いますけれども、そのまずはパイロットがね、遭難したパイロットが主人公で、星の王子様と砂漠で出会うわけなんですね。で、その王子様はその砂漠に来るまでにいろんな星をね、旅をしてきたんです。で、その王子様が、旅をした星のお話をパイロットにするわけなんですね。ちょっとね、そうですね、星の王子様は何回も読んでほしいお話かなって思います。今ね、サトシサンタマリアさんは、おいくつなんでしょうかね。またその一度読んで、2,3 年経った頃にね、忘れた頃にね、もう一度ね、読んでみてください。またね、理解が深まったりしてね、面白いですよ、それはそれで。あの頃はよくわからなかったけど、わけがわからなかったけど、今ならわかるぞ、なんとなくっていうのがね、増えてくるんですよ。まあ、それは星の王子様だけじゃなくてね、いろんな本、映画、ドラマでもそうなんですけども、昔見たものをですね、もう一度大きくなって見てみるとね、また新しい、面白さがね、あるんですよ。で、小林さんのおすすめ本、私のおすすめ本ということでですね、それでは、そうですね、不時着する流星たちっていう本をね、おすすめしたいと思いますよ。
翻訳を小川陽子さんがね、しているものなんですけれども、こちらは短編集ですね。いろんな外国の作家さんたちが、書いたお話の、が集まった本でございますね。これもちょっと世界観が独特で、いろんなお話があるんですけれども、なんだか不思議でちょっとファンタジーな感じ、なんかどこか世界観にね引き込まれるんですよね。ぜひ読んでみてくださいね。私がですね、あまり長いお話をね読めないんですよね。こう読んでる途中に飽きてしまって集中力がなくなってしまって、私は結構短編集を読む、短いお話をね読むことが多いです。こう登場人物もね覚えられなかったりして、ああこの人は何だったっけなと思って、前のページにね遡ったりしてしながら読んでるんですね。するともうこのキャラクターたちのやりとりはもういいやってなってですね、ミステリー小説とかね本当に向いてないんですよね。先にね答えを見てしまうんですよ。結末を見てしまうんですよ。私本選びするときに最初のページと、最後のページを読んでですね、決めてしまうわけなんですけれども、そりゃ当然クライマックスを先に読んでしまえば、もういいやってなりますよね。そうなんですよ。クライマックスを見て、あこの話はこういう風に終わるんだってなってですね、でその最初と最後のページを見て、それでも最後を知っても、ここに行き着くまでにどうなるんだろう、これはどういうお話なんだろうってこう気になった本を買ったりします。なかなかないんですけどね、そんな本っていうのは。それにこうたとえね買ったとしてもね、結局読みきれないこともね、多々あります。ね、読めるようになりたいですけどね。本ってこう感情豊か、人の気持ちが分かるようになる、分かるようになるっていうか、こういろんな人の感情に触れることができるんですよね。人と関わっていなくても。それに人ってわざわざこう実況しないじゃないですか、自分の気持ちを。私はこうされて悲しかったなんてね、何ですか、友達と相談とかならあるかもしれないんですけど、そういうのもね本だとね学ぶことができるっていうか、こう主人公の気持ちもねあるじゃないですか。由美子にこう言われて私はひどく傷ついたなんてね、なのでこう人の気持ちを学ぶ、感情が豊かになるっていうんですか、というのもいいですし、私評論文随筆とかをね、読む方が多いんですけれども、あんまり本は読まないんですけど、読むとしたら、そういう本をね、説明の本とか説明文みたいなのを読むんですけれども、知識も深まりますよね。トヨタはこういう風に考えるんだなんとかね、そういうのもで、教科書とかもねたまに、スターバックスコーヒーってこういう風な戦略でやってるんだとかね、別にそこまでこう深く研究するということではないですけれども、そうなんだとこう知識を蓄えるという意味でもですね、本はなんとなく読んでるだけでもいいものですよ。
なので寝る前だとか、こう普段スマホ触っている時間をですね、少し読書の時間にちょっと当ててみるというのもですね、いいかもしれませんね。また皆さん読んでみてくださいね。本いいですよ。それでは最後のお便りを読んだということで、今週の紙切りラジオ、終わりたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。またねー。